坂田駅、坂田駅は山形県坂田市幸町一丁目にある東日本旅客鉄道 JR 東日本越本線の駅である。当駅は山形県庄内地方の中心都市である、坂田市の中心駅である。坂田市の中心市街地から離れた場所に所在する。当駅には貨物列車を含むすべての列車が停車する。新潟駅からの特急。 稲穂七往復のうち四往復が当駅始発、終着となっている。また、臨時快速、キラキラ、上津、が発着する。上津本線は当駅を境に南側は、JR 東日本の新潟支社、北側は、秋田支社が管轄している。当駅は、新潟支社の管轄。そのため、普通列車は当駅を境に運転系統が分断されており、 当駅をまたぐ普通列車は運行されていない。陸羽西線の列車が余る名駅から乗り入れているほか、日本貨物鉄道、JR 貨物の上越本線の貨物支線が分岐している。短式ホーム一面一線、一番線、島式ホーム一面二線、2.3番線、短式ホームの南西側、新津方を切り替えた切り欠き機、ホーム一線。 0番線の計2面4線を有する地上駅。両ホームは、古戦橋で連絡している。2015年に、坂田駅100周年を記念して一番線ホームに、s l 9 6 0 0系、9632号の、道輪がモニュメントとして展示された。直営駅であり、管理駅として、ネズミヶ関駅東坂田駅間の各駅、鶴岡駅を除くを管理している。 緑の窓口、指定席券売機が設置されているほか、ビュープラザ坂田、キオスクがある。自動改札機が3通路設置されており、直式の切符類のみ使用が可能。現在当たり駅で駅弁は販売されていないが、坂田弁当販売が2005年10月末に廃業するまで同社が以下の弁当を発売していた。鶴岡市の食品会社である清川屋が、 駅構内の店舗で、おこわの弁当が、ガチャおこわを販売している。1997年8月、駅前の6階建ての建物で営業していたジャスコ、坂田駅前店が、郊外に集積し始めた、ロードサイド店舗などによる構成によって、売上不振に陥り撤退した。2001年、地元の建設会社などの主導で設立された、坂田駅前ビルが、 旧ジャスコ坂田駅前店跡地に総工費42億円を当時12階建ての複合ビルを建設する構想を打ち出した。複合ビルには地元金融機関であった坂田信用金庫が本店と本部を入居させる方針も決定し旧ジャスコ坂田駅前店の解体工事には国、山形県、坂田市による3億円超の公的資金も費やされた。しかし 坂田駅前エビルによる資金繰りのめどが立たず、また経営が悪化していた坂田新勤が坂田駅前エビルへの支援を打ち切ったことから、2006年2月、同社は自己破産を申請し経営破綻した。2007年、市が旧ジャスコ坂田駅前店、ビル跡地約6500メートルを約4億円で購入し、翌年には民間団体によって新たな再開発構想が、 提案され、2010年9月提案した地元企業7社によって事業主体となるたフロントスクエアが設立された。同社による再開発計画は跡地に10階建てのホテル棟と4階建ての商業棟さらに隣接地にマンション棟を設け、総事業費約49億円のうち約15億円を国などの補助ある有料建築物等整備事業の適用を受け整備を 進めるとし、まず、2013年12月までに、ホテルと商業棟を完成させるとしていた。また、再開発計画に合わせしも、JR 東日本等と協調しながら、駅を東西縦断するアンダーパスのほか、バスターミナルや新駅舎の整備を進めるための協議を開始した。しかし、東日本大震災からの影響で、建築資材の価格が高騰。 地元企業からなる3つの JV がホテルと商業旨の応札をしたが、約25億円としていた、予定価格を30%程度上回ることとなったため、坂田フロントスクエアが設計を見直し、最低価格を示していた JV と調整を図った。だが、予定価格との隔たりが解消できず、2013年6月18日に、 坂田フロントスクエアが再開発計画の続行は困難と表し、再開発計画は再び行き詰まった。その後、再開発は市が主導して取り組むこととなり、全体構想の策定を東京のコンサルティング会社に委願した。2015年12月8日、市は図書館や観光情報センターなどの公共施設を軸とした整備側を公表。 年明けの翌月18日には参加を希望する民間事業者の募集を開始され、同年5月12日、市は県内外から5事業者の応募があったと明らかにし、同年7月5日、市は光の港をテーマとした西松建設による再開発案の選定を発表した。そして同年12月27日、事業主体を担う特別目的会社である 光の港が、首都、西松建設の接班出資によって立された。複合施設、酒田コミュニケーションポート、仮称は総事業費は102億円を同時整備され、蔵書約30万冊の図書館、ライブラリーセンター、飲食施設、観光情報センター等が設けられ、2018年度の着工、2021年4月の開業を予定していた。しかし、 2018年7月に、市は、市議会総務常任委員協議会で着工が半年、遅れの2018年1月となり、それに伴い完成とグランドオープンは、約1年遅れの2021年度末に連れ込む、ことを明らかにした。駅前ロータリー両脇の路上に、坂田駅前と、坂田駅正面口停留所、東口に、駅当地した道前停留所がある。 庄内交通は、坂田駅前、坂田市福祉のり合いバスは前日の3つの停留所から発着する。かつては、商工及び、共管他社による都市間バスは駅前での発着を行っていたが、現在では、商工、バスターミナルにて乗降する必要がある。商工と市営の市街地循環線は別の路線である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。